ありがとうございます。私は神宮寺隆法でございます。現在コロナの関係で日本国民全体が苦しい状況に追い込まれています。しかしコロナだけではなく、家庭の問題、夫婦関係の問題、ご主人の浮気、ご主人の不倫に悩んでいる多くの奥様方から神宮寺隆法に相談が寄せられています。私は不倫で苦しむ奥様方にまず最初に申し上げます。誰にも相談したらダメですよ。兄弟とか友人とか両親とか、あるいは夫の兄弟両親とか、あるいは夫の勤務先の人、夫の会社の上司に相談してはダメです。不倫はあくまでも不倫なんです。家庭を台無しにしてまで浮気をしようとか、不倫をしようとかということを考えている男はいないんです。そこを奥様方はまず理解しないといけません。夫婦間の問題として不倫は解決させてください。浮気は必ずやみます。不倫相手の女性を特定するために、更新所に依頼したり、探偵に依頼したりしないでください。100万、200万、300万とお金がかかります。そんなにお金をかけなくても、妻という立場から簡単に不倫相手を特定することができます。簡単にできます。お金は必要ありません。大切なことは、我慢すべきところを我慢をして、辛いでしょうが、乗り切っていただきたいのです。不倫とセックスレスは、セットになってやってきます。セックスレス夫婦の場合は不倫が多いんです。奥様と円満で不倫ができる人はいません。男はそんなに器用ではないんです。そして不倫はすぐに奥様にバレてしまいます。そして問題は、相手の女性を特定するということが、それほど難しくないので、絶対に更新所探偵に依頼してはいけません。100万、200万のお金が無駄になってしまいます。
捕撃おじは不倫の駆け込み寺でございます。夫婦円満、家庭円満、これが人間の幸福の基本的なものでございます。家庭が円満であれば、ご主人の仕事も奥様の精神状態も安定して、うつ病とかパニック障害とか適応障害とか不安神経症で精神科に通院して悩み必要はありません。そして不眠症で悩む必要もないんです。もう一度申し上げます。ご主人様の不倫で悩んでいる奥様、ご主人の不倫は簡単に解決します。難しい問題ではございません。ぜひご安心ください。結婚するとき、ああこの人と一緒になったら幸せになれると思って結婚した二人じゃありませんか。乗り越えることができますよ。安心してください。神宮寺隆法が奥様の悩みを解決したいと思います。神宮寺隆法はあなたの幸せを心から祈っています。神宮寺隆法でした。ありがとうございます。